この病気は原因は特定できないものなんですか？本人は報道写真家の頃地獄みたいな光景を見たって言ってますけど。離婚した相手のことをどうしてそんなに心配するんですか？回復の兆しです。だったらカレー食わせろよ。あれ、僕今何か言いました？一瞬夢見ちゃったみたいで。話せよバカ野郎。40円持ってたでしょ。食べた食べた。しかしひどいもんやね。あの領域にリーチかかってるわけよ。いろいろ反省しています。反省、ね、いい傾向ですね。自治会ミーティング始めます。酒飲みたい。うちへ帰りたい。何から逃げるためにあんなにお酒飲むのか。他の病気と違って世の中の誰も同情してくれないってことです。覚悟が患者本人にも家族にも必要になります。ごめん、またやっちゃったよ。大丈夫、まだ死なないよ。それはやっと見つけたどん底での希望。飲んだらダメだよ。ダメだよ。誇り高く生きよう。こういうのが家族っていうのかね。彼女は才能のある絵描きだったんですが、僕自身も酒を飲んでは妻を痛めつけて。格好悪くても傷ついても一緒に生きる家族だから。お父さんおかえり。おかえり、お父さん。酔いが覚めたら家に帰ろう。なんか文句ある？ない。